あ。インポスターがいる。エリーフ。エンタか。サントスさんメイン行ってるよ。女船の中を行ってきてる。藤畑隠し郎です。貨物おこれ俺だけできるで直した、まあ、はい直してます。あとシェリフです。出てきます。畑坂じゃないの。畑坂が隠し郎にならないの。貨物どっちなの。俺が最後貨物の配電盤前に畑坂といる。うん。あじゃあ藤宮支店で畑坂と一緒にじゃあしろと、うん、畑坂もそれでいいの。うん、藤見が金庫に置いてって俺が配電盤見て2番目だったから、じゃあいいんだ、ね、はい。え、サントスさんだって限りなくトータスさんっぽく見えるんだけど俺違う、ね、女船のシャワーのところに行ってるのを見てる。トータスさんが女船でプテが左、うん、俺がシャワーに入ってタオル集め終わって上に上がるタイミングでサントスさんが、シャワーから下の方に行ってるから、うん、いいですか。絶対メインで死んでると思うよ。いいすか。女性のシャワーで絶対に死んでる。アドミン見てました実は。おい、うん、おはいはいはい。で、ミーティングが2だった。で、うん、エレキが2。俺とプテさん。かな。で、メインが1か2どっちかだったと思うんだけど、ちょっとこれは分かんない。で、ここまでしか覚えてないです。もう最後の最後に開いた瞬間ミーティングには？僕が宿舎ターンを巻き、速攻ミーティング登ってカードタスク、ボタン待機でボタンを押してる。となると。まあ、鬼鬼神なら基本伊豆さんは。伊豆さんはミーティングで。まあ、インポスターが登ってるケースを除きだけど。まあ、俺視点は分かんないから、タケオさんがイビルでアドミン見てる可能性もあるし、マットレスついてる可能性もあるし、俺がタケオさんクルーの世界線の時は、ミーティング左。ああ、でもそれはありえへんから、俺視点はタケオさん人外でいいわ。あと、現在、高田さんって、私とキッチンで分かれたどっちかありました。俺、武器庫で今、武器庫の。キッチンとなの扉前より武器庫なかっていうか、この下らへん。竹尾さんのアドミン的に。あ、はい、私が直します。竹尾さんのアドミン的に違和感ないですか、はい、高田さんの位置は。もう全然、キッチンで僕、高田さんと湧いてるし。え？ん？高原キッチンじゃなかった？キッチンですけど。早すぎたんだ。また早起きか。ああまあ、ちょっと高田さん多分弁当とかは無理やと思う。弁当やったら俺に合ってるぐらいの時系列でないと無理やから、高田さんの弁当も否定できず。ちなみに僕視点ってトータスさん結構ないと思ってて、停電始まる前にもうエレキにいました。トータスさんはやっぱ最後モモプテでエレキいるみたいな話が出ましたよね、うん、だから停電始まる前にはもういたよ。これエンジンは切っています。あ、ごめん。ああ、投票したわ。それはだって。アドミン見てもらえれば、僕がアドミン見てたことは分かるかな。特に何もなければ、伊豆さん釣っちゃいそうです。あ、いや意味分からんけど、源さんが立ってた、立ってる死体やった。で、俺がシャワーメイン館ですの扉のところで光って見たら立ってて、まあレポートなんやけど、犯行のした人の姿は見えてないっす。左に逃げてる。メインは逃げてる。インポスターが2回切ってるってことでしょ。じゃあ大佐が無理じゃん。じゃあプテさんも無理。竹尾さんにしろ。つ高畑隠しろ伊豆プラス名富士どっちか。次行きましょう。次行きましょう。次行きましょう。じゃあ伊豆さんから行きますか。はい。4分割してもた。でもさ、メインの扉の前で4分割ってすごくね。トータスさん見えてました？メイヤさん。見えてない。二人とも見えてない。俺が見えてない。トータスさんどっから出てきたのよ。シャワーの上よ。下ったってこと？今日なんか試合数稼ぐ日なんすか。いや俺はもうお土産する気まんまやったから、
違うよ、所定俺が単純に現行犯食らっただけだよ。早く終わったのは。うわー、トータスさん見えんかった。でも、その後も私も一発目で釣られてるから変わんないですよ。立ってた。早く立ってたな。謎の踊りだ。どこ入れた？あ、メイヤさん。メイヤさん。はい、ナイスゲーム。何がおもろいね。えー、ですゲーム。いいゲームだったな。何がおもろいね。楽しかった。楽しかったね。何がおもろいね。あ、動画が決定。動画が決定か。まあ、熱戦でした。何がおもろいね。いや、いい試合だった。神回タグつける。神回タグ。これ神回なの。これ神回したら多分今後一生アマゾンの減るよ。減るってこれ。絶対減るよ。動画も回らなくなる。いや動画にすらならなくなる。達成者4等分されると面白かったですけど。2024年。あ、でも計算してはそっか。2回減るよ。もういや、計算。神回4等分ってだけで4等分。あ、いいね。いいね。早く立たないですよ。